それではこれからボイボ寮に新しく入寮する皆さんの歓迎パーティーを開催いたします。パーティーとは言っても先輩の出席者は私だけです。みんないろいろ理由をつけて欠席しやがりました。そういう人たちの集まりですから、新人の皆さんは先輩たちと簡単に仲良くなれるとは思わないでくださいね。それでは自己紹介をお願いいたします。こんにちは、ホワイトカルト言います。ユキと呼んでくださいね。バニラ味のソフトクリームが好きです。4人姉妹で実家は忍者をやっています。こんにちは、ゴキと言います。正体は鬼です。奈良時代から生きています。ぬいぐるみの姿にもなれます。よろしくお願いします。やっほー、ナンバーセブンだよ。セブンとかナナとか呼ばれることが多いよ。趣味はカイワレ大根の栽培です。メイクが得意です。よろしくね。はい、皆さんよろしくお願いいたします。これでボイボ寮のメンバーは全部で15人になりました。賑やかになっていいですね。では次に皆さんには私のおならを顔面に浴びてもらいます。それではゆきさんからいきますね。あのそれって絶対にやらないといけないことなんでしょうか。はい、これは新人が必ず参加しなければいけないボイボ寮の伝統行事です。嫌なら寮から出て行ってもらいますわ。わかりました。それではいきますね。あう、臭いよ。はい、今何か言いましたか。もしかして臭いと言いましたか。いえ、何でもありません。そうですよね、私のおならが臭いはずありませんよね。はい、では次にゴキさん、行きますよ。はい。うお、これはたまらない。あら、泣いてますの。もしかして嫌だったのかしら。いいえ、これは嬉し泣きです。あらあら、そう言われると私も嬉しいわ。はい、次はセブンさんですね。私は拒否します。はい、じゃあこっちで私のお尻に顔を近づけてくださいね。いえ、だから拒否します。ちょっと何を言ってるかわかりませんね。あなたの臭いヘなんて浴びたくありません。